ここが松下村塾か。私の名前は寺島忠三郎と申します。遠くの町から憧れの人を探し求めてここまでやってきました。やっと居場所を特定したんだから。落ち着け落ち着け、大丈夫。私、すみません、どなたかいらっしゃいますか。あれ、誰もいないのでしょうか。はい、誰じゃ、何用ですか。奥から大きな声が返ってきました。もしかしたらあの人は。こんにちは、どうも、何かご用でしょうか。この人じゃないですね。顔も違うし、こんなに小さくなかったはずです。残念です、聞き間違いでしょうか。何、今チビとか言った。いえ、何も。君、嘘はいけないな、顔に書いてあるよ。何なんですかこの方は。こんにちは、君は新しい塾生かな。ようこそ松下村塾へ。気づいたら目の前には間違いなくあのお方です。背の高い大きな麗しきお方が玄関に立っていました。日下賢瑞様でしょうか。ん、そうだが、君は俺の名を知っちょるのか。大変ご無礼を。しまった、私が一方的に知っているのは明らかに不審なものではないでしょうか。まあ、俺の美声や美男子だという噂が近隣諸国に届いておったのかな。あははは。うわ、なんだこのお方は、尊すぎませんか。頭が混乱しております。君はどこから来たんじゃ。あ、松下村塾はどこで知ったんじゃ。もしや誰かに紹介されたんか。こんな場所で立ち話もあれだな。ひとまず塾に上がってくれ。面接じゃな。今日は先生が忙しくてな、俺と騒がしいのしかおらんので申し訳ないな。日下さん、話長い、先に戻ってるよ。そうだな、すまぬ。ではこちらへどうぞ。ありがとうございます。私が日下様と面接、これは夢ですか。私は探し求めたお方が目の前にいて、こんな私とお話ししてくださっているのですか。君はなんでここまで参ったんじゃ。日下様に憧れてここまでやってきた次第でございまして。俺に。しまった、また余計なことを。あ、いえ、松下村塾と松陰先生の噂をお聞きしてまいりました。うおー、しゅん、まだまだだな。おい、何やってるんじゃ、騒がしい。掃除は終わったのか。これからの世の中は剣術ができなきゃダメですかね、日下さん。何事もできて損はないぞ。これからの世の中で生き残っていくためには。いざ勝負。おい、で、なんだお前ら、本気で遊ぶんじゃない。すいません。伊藤俊介殿、覚悟だ。待って待って、そこまで。庭掃除は先生から頼まれたのではないか。俊介、エータ、ふざけるな、早く片付けろ。はい。エータ、せっかく綺麗にしたのにやり直しだよ。もう
さっさと終わらせるぞ。ああ、すまんな。大丈夫か？緊張しとるのか？そんなに恐れなくていいぞ。俺よりもおっかない塾生がゴロゴロおる。大丈夫です。そういえば先生の噂は賛否あるが、君はどう思う？松陰先生は自分の行動で志を遂げようとされた方とお聞きしました。私には正反対な性格だなってとても尊敬します。君は賢そうだな。俺も君と同じで先生とは正反対だ。口だけ達者だが行動が伴っていないとこっぴどく怒られた。だからもっとここで学んで何かを成し遂げたい。ここにいる俺たちが立ち上がろうってみんな思っちょるんだ。自分たちの力で世界を切り開こうぞ。はい。日下様は熱く私に向かって全力で語ってくれた。まだまだ知らない一面が見れたようで嬉しくなったのと同時に、何も意見が言えない空っぽな私が恥ずかしくなった。早く何か見つけないと。俺から先生に君のことを話しておく。共にここで学ぼう。よろしく。よろしくお願いいたします。日下様、私ここで学んでいきたいです。ふう、やっと掃除終わったよ。あれ、さっきの子はもう帰ったの？あ、新人の子の名前聞き忘れてしまった。そんなことある？